皆さんこんにちは。今回は間違い探しです。左右の絵から3箇所の違うところを80秒以内で探してください。それでは全6問スタートです。1問目です。お城のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントを出します。上半分に2つあります。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。屋根、窓の大きさ、扉の取っ手が変わっていました。それでは次に行きますよ。2問目です。パンのイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントを出しますよ。パンに1つあります。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。焼きたてのパンって美味しいですよね。3問目です。夏祭りのイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。左半分に1つあります。
終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。かき氷のシロップ、金魚、男の子の手が変わっていましたよ。4問目です。動物の七福神のようですね。違うところを3箇所探してください。ヒントです。下半分に一つあります。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。間違い探しは空間認識能力と集中力、注意力を鍛える効果があると言われていますよ。5問目です。親子クッキングのイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。人に一つあります。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。ズボン、壁のタイル、鍋が変わっていましたよ。6問目です。洗濯干しのイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。洗濯物に一つあります。
終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。時間内に見つけられましたか？それでは最後におまけ問題を出題します。3箇所の間違いを30秒で探してください。それではスタートです。終了です。答えが分かった方はコメントしてくださいね。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。間違い探しは知の種のホームページで無料の脳トレプリントとして配布しています。ホームページをチェックしてくださいね。コメントと高評価をお待ちしています。チャンネル登録もお忘れなく。